ミッション的には報酬があってで、空のテラリウムをもらえば進められるよってことだね。なるほど。そしたら一回戻ろうか。これはあと何回使えるんだ？あ、もう使えない？使えない。個体がアルミニウム、アムニウム。一回発着場で報酬を受け取りたいから、発着場があるところに戻って受け取ってまた来るでもいいかもね。これか。よいしょ。これを入れて、よし、一回帰ろう、ふるさとに。ちょっと鉄がないと作れないものが出てきたから、鉄がある星をすぐにでも目指すでもいいかもなぁと思いつつ。そしたら報酬を受け取ろう。報酬を受け取っていきましょう。ジーカリドを空探しクリア。ミッションアイテム、空のテラリウムがもらえた。よいしょ、どこだ。空のテラリウムはどこ？あった。これをもらっていこう。で、もう一回カリドに。シャトル発着所がもともとあるところもあるっちゃあるよね。あ、ヒーローが一人で着陸してくれた。ミッション進めないといけない。ジーカリドテラリウム。テラリウムに土砂を備える。テラリウムに銅を備える。テラリウムにウィードの種を備える。ゲラストロボットには堅牢なセミカが必要。最適な環境を作るために素材を手に入れよう。ってことで、空のテラリウムに土砂。あとは銅だっけ。銅。あと、ウィズウィードの種。これか、これだ。変な色。あ、研究アイテムもらえる。よいしょ、持って帰ろう。やっぱ鉄だよな。鉄が欲しい。鉄が欲しくなってきている。で、種を入れると。オッケー、ミッション。ジーカリド回収。ここあったの楽器を完成したテラリウムに取り付ける。ジーカリドのために適切な元を披露する。テラリウムを使ってジーカリドを回収する。隠れたゲラストロボットを誘い出し信用勝ち取ろう。いつものやつか。小型トランペット樹脂か。よいしょ。で、これをつけてあげる。何色？おお、かわいい。砂漠にいるって感じだね。よいしょ。君はエモーション、どれなんだ？エモート7番。ああ、7番。ポルカ。それでテラリウム出してあげて心を通わせる。かわいい。好物何なんだろう。変異型トゲトゲアクタクダスの種。変異型爆弾アタックダスの種。好物あったな、さっき。これでミッションが一応クリアと。 OK。 ジーカリド検証。ゼノバイオロジーラボにジーカリドを置く。ゼノバイオロジーラボでジーカリドのスキャンが必要。キャラソロボットをスロットに置いて分析しようと。
ってことで、またシルマに帰らなきゃいけない。あ、シャトルってここに酸素供給器がなくても繋いでるから酸素供給してくれるんだね。なるほどね。あっち側にさっきいたよね。変異型なんか吐くやつだよね、多分。いた。前だろ。よし。これが鉱物。ちょっと待ってね。あげてみよう。はい。ジカリドのこの子はスティルガー。タンクとテザーネットワークに酸素を常時供給する。すご。この子がいるだけで酸素がもらえるってことか。この子から最強じゃん。酸素供給器なくても出発できんのこれ。平気？あ、よかった、大丈夫だ。で、そのバイオロジーラボにスティルガーをつなぐと。よいしょ。かっこいいなぁ、砂漠のって感じだね、デザインが。オッケー、ミッション達成。種食べたい子いないかな。あ、食べた。報酬ジーカリドテラリウム250バイト。ジーカリド検証、報酬が250バイト。新しく出たのがこれか、スクスクスの盾。ギャラストロポットのために種を植える。ギャラストロポットの餌を元手に入れるために植物を植えて収穫しよう。あ、あの子たちでいいんじゃない。よいしょ。バウンスブワインの種。よいしょ。種なら何でもいいのかな。あ、これはスキャン。研究素材。あ、植える。バウンスブワインの種。発芽中。発芽中。OK。これで出せと。シグナルブース。ゼノバイオロジーラボに、エクソチップを組み込む。エクソだっけ？エクソか。エクソチップを組み込む。データラボを使ってゼノバイオロジーラボの追跡機能を作動させる。他のギャラストロボットを探すためにラボを強化しよう。その2個。アッターチップ。2個ぐらいもらっていこうか。取り付けて出発。これか。ゼノバイオロジーラボにエクソチップを取り込む。テドラボ使ってゼノバイオロジーラボの追跡の作業をするというと。よいしょ。チップも同じとこでいいのかな。はい、オッケー。で調べればいいのかな。ボタンを押してください。アクティブ。オッケー、ミッション達成。サンプル、これシルビーでしょ。ウサギ、スティルガーで、プリンセスがまだ見つけてないかな。ギャラストロポダ、これはベサニアにいる子だね。プリンセス。餌を十分に与えると厳しい環境から守ってくれるタフなスネイル。彼女がバックパックにいる限りいかなる危険も寄せつけない。強っ。で、もう一匹がギャラストロポダノブース、ロガルって子だね。ミステリアスでエネルギーに満ちたスネイル。餌を十分に与えると本体がどこにいたとしても小さな体から想像もできないほどの電力を生み出す。すごっ。ピカチュウじゃん。それはもうピカチュウでは。
OK、シグナルブース完了。報酬がバイト500。すくすく育ての報酬もあるね。よいしょ。ミッション完了。すくすく育って。報酬が中型ストレージサイロと、近接リピーター ×2。なんだろう。ちょっと飛行船動かして。中型ストレージサイロ。必要に応じてアイテムを使用できる24の小型スロットを搭載。面白い。何これ。あー、なるほどね。あ、なるほど、ここにくっつけられるよってことか。これは近接リピーター。このアイテムを作動させると範囲内の他のアイテムも連動する。何に使うんだろう。全然使い道がわからないけど、なんかもらったね。ベサニアのブース、グレイショーのどれかに行こう。で、鉄があるところにちょっと優先的に行きたいな。出発。4個目の惑星ですね。グレイシオ、あ、グレイシオ今あったな。どれだ？これか。グレイシオ、凍てついた惑星。チタン石と石鉄鋼がある。石鉄鋼かな。で、ガス、アルゴン。大気薄い、浮きざらしい。氷で覆われた山々。危険性高い。日照が非常に弱くて、風が非常に強い。風か。なるほど。で、あとは、ノブースとベサニア、これか。ノブースだと、石鉄鋼とリチウムがあって、水素メタン、薄い大気侵入クレーターあり、危険性中。日照が強くて風強い。ベサニアだと、リチウムとチタン石がある。水素アルゴン、窒素。大気が濃く、緑が多い。変わった風景。危険性は中で、日照良くて風強い。ってなると、ノブースがいい気はするけどなぁ。ミッションログ見られない。ノブース、鉄あるし、危険度中でしょ？グレイシオだって、危険度高いでしょ？ってなると、この二つ。リチウムチタン石だもんね。チタン石はないけど、鉄がちょっとやっぱり今欲しいから。ノブースにしようかな。ノブースに行きましょう。決めた。さあ、次はどんな惑星だい？ああ、ここにこれがある。どこら辺がいいかな。ここら辺でもいい気はする。ここにしようかな。ね。ここにします。さあ、周りは何がある？おお、やけん。お、マジか。なんか変なとこだな。すーごい変なとこにクリックしたな。ライト持ってくればよかった。コンパウンドをね、いつものように集めたいんだけど。どこにあるかな。これは何？フラクタルローズ収穫。あ、なんか落ちてた。何もらった今。これか。暗号解読機。植えるとフラクタルローズが育つ。植えた星によって咲く花が変化する。植えないまましばらくすると消滅する。暗号解読機ってどういうこと。で、集めたコンパウンドあるんだっけ。あ、
素材はとりあえずここにも一回置いちゃって、あ、常用ネギある。コンパウンドがないとテザーが作れないから、ちょっとテザーを作りたいね、とりあえずね。あっち側になんかあるな、ちょ見に行ってみるか。さあ、げ、あ、風力発電があるな。風力発電、これは？あ、大型タービンも生きてるじゃん。すごい。もらっていこう。違う、先にこれをガラクタか。じゃあこれをもらって帰りましょう。酸素がギリギリだ。オッケー。タービンゲットできたのはでかいよ。これなんだろう。これもなんか植物かな、新しい。ちょ見に行こっか。それはなんだね。あ、これがリチウムなんだ。へえ。なんか変な配合だな。で、コンパウンドが欲しいからコンパウンド取らなきゃ。あー、どうしよう。先に大型タービン取り行こっか、あそこに。あー、なるほど。待てはしないのか。転がしていくやつだ。これがあれば当分風力というか電力には困らないんじゃないか。ねえ、銃もあるんでしょう。よし、そしたら基地を作っていきましょうか。小型プリンターから。回収しに行こうか。あ、コンパウンドはそっち側にある。コンパウンド取り行こう。え、なんだ、なんかは、あ、これか。有毒型プラント、掘り起こすと種が出る。どうなってんの。爆発してるな。危ない、危なー。ミッション的にはここはこれかこれだってね。殻をスキャンすると、リチウムを収集する。あれ、リチウムじゃなかったっけ。あ、足りてないってことか。じゃあリチウム一回探し行こうか。リチウムを回収していこう。あと2つ、1つ。 OK。 できました。 OK。リチウムを探せ、クリア。リチウムを収集する。もっと大きなバッテリーを作るためにベサニアカのブースでリチウムを採掘しよう。報酬がバイト1000。 OK。 中型バッテリーをブインドする。電力マスターまであと少し。中型バッテリー、中型バッテリー、中型バッテリー。風強いね。どれだろう、中型、これか。中型バッテリー、リチウムと亜鉛で作れる。充電可能な電源、容量が512、めちゃくちゃ貯められるんだね。リチウムと亜鉛で作れる。リチウムと亜鉛、中型バッテリーだからもうできるんじゃないかな、これで。中型バッテリー、中型。あれ、小
型だったっけ、小型プリンターの方、あ、小型プリンターの方だ、ね、中型バッテリー、中型バッテリーはどちら、これだ、あ、で、電力がない、まさか電力が切れるとは。じゃあお願いします。リチウムは天然資源だからもうそのまま使えるってことだね。なるほど、よいしょ、 OK、 ミッション達成。これが開封、充電可能な、これここに置いとこうか。じゃあ512も容量あるのめちゃくちゃでかいなね。 OK、 RTG をプリントする、もっと信頼性の高い電源があればはかどるはず、ハイテク仕様。 RTG だって、これだ、 RTG、 燃料供給を必要としない電源、供給電力は4、すごい、これでもナノカーボン合金とか必要なのか、ちょっと一旦待ってほしいな。そしてお金もめっちゃかかるしな。ここなんだっけ、ノブースだっけ、確かノブースだった気がするから、これとあとできそうなのは、こと、あと大気凝縮装置、この辺かな。とりあえずだから下を掘っていって鉄を集めたいと思っております。ちょっと一回帰ろうか、そしたら酸素供給器を取りに。いやー、これは失敗したな、持ってくればよかった。よし、一回帰りましょう。スラスターも一個作っていきたいな、ついでに。よいしょ、スラスターも一個作っていきたいね。アルミニウム、アンモニウム、アンモニウム、アルミニウム、で、酸素供給器を作ってほしくて、で、固形燃料スラスターをもう一個作っておいてもらおう。固形燃料スラスターを作っておいてほしい。これで、これ使い切ったよね。あ、まだ使える。あ、これ酸素供給器だ。酸素供給器を、酸素供給器を入れ、ほどいて、入れられない、アンモニウムが入ってる。アンモニウム落として、OK。よし、行こう。ここに樹脂めっちゃあるな。樹脂、あ、で、樹脂で、あれを作っといてほしいな。どっちがいいかな。A と B。いや、大型プラットフォーム A でいいかな。A 作ってもらって。よし、これでいける。よし、これで地下に行けるぞ。よし、下に行くぞ。小型の風力の方がいいのかな。これか、セラミックで作れる。セラミックで作ってみようか。よいしょ、電力のないからつけてないか。よいしょ、こ
あ、来た。で、研究施設をとりあえず作って、バイトをね、稼いでおきたい。樹脂が1個ない。樹脂1個あるかな。ないな。樹脂取ってきてからだな。あ、いいじゃん。回ってる。これ地下でも行けるのかな？風。あ、止まった。な。地下は？ダメなのかな？やっぱ。研究施設作っちゃおうかな。樹脂取ってきて。樹脂はどっちだっけな。テザー引っ張りながら行こうか。よいしょ。どこだっけな。こっち側に。あった。痛かった今。そしたら研究台をコンパウンドがいい。コンパウンドがいいだって。あ、コンパウンドはないかも。あるかも。コンパウンドがいい。オッケー。研究台作れます。あ、ヨコロ作りたいな。これいらなくて、コンパウンドが欲しいな。大型の B の方がいいかな。どっちがいいかな。樹脂的にはあれでも、横路くなったら A でいっか。 OK。 ちょでコンパウンドを探しに行きたい。はい。あれどこだっけ。あっち側だったっけね。コンパウンドはこっちだね。あった。よいしょ。よいしょ。間違えます。間違えてないか。 OK。 で、手先切れちゃったんでしょうと。樹脂が1個しかない。研究台で研究しといたから。あ、電力がない。いいよ。樹脂を探しに行きましょうか。そう、こっち側でした。はい。よし、樹脂見つけたぞ。持って帰る。OK。で、研究資源も持っていこう。OK。トラクターか何か作って、車で運搬したいな。OK。これで、よいしょ。で、その間に、行こうか。下を掘り進めよう。いや、結構掘ってるけどね。ラテライトしか見つかってない。
っぽいな空間。樹脂がめちゃくちゃあるじゃん。ここにあったのか。あとは、いや、樹脂しか見当たらないけど。ヒスバイン。ああすごい。あ、研究素材。他に見当たらねえな。よいしょ。もっと下なのかな。ここをもっと下に掘るか。もしくは水平を探索するかだよな。ちょっと見に行こうか一旦。あ、サンプル3277。そんなくれるの。おお、なるほどね。いや、でもなんかでもそんなことないか。ジャンプがなんかダイナミックになった気がしてる。はい、何これ。あ、石鉄鋼がある。ここだ。鉄があったぞ。やっと見つけた。こっち側だ。よいしょ。さあ、鉄を回収しようか。上は樹脂だな。これぐらいあるかな。これぐらいね。ちょっと待っていって。あ、石英もあるね。あ、取れてないな。ちょっと鉄持って帰りたいな。どうしよう。ラテライト一旦置いておこうか。なんかすごい嫌な音がしてるな。なんだね、どこから嫌な音がしているのかな。もう分からなかった。いや、一回これで戻ろっか。石鉄鋼かなっていう素材だから、これも溶鉱炉にぶち込んじゃえば鉄になるよね。よいしょ、できた。あ、はい、研究はすぐ終わるな。さあ、鉄をお願いします。おー、鉄だ。ってことは、鉄ができたから、ミッションできるのがあるんだよな。大気凝縮装置、大気凝縮装置。大気、これか。が、これが作れるね。あー、プラスチック作らなきゃいけないのか。行こうと思えばできるんじゃないのかな。タングステン持ってこなきゃいけない。鉄を手に入れたはいいが、タングステンとガラスとセラミックが必要。タングステン、ガラス、セラミック。セラミックはあって、ガラスも多分、あれ取ってくればいいか。石英が下にあるから大丈夫だけど、タングステンがないのか。なるほどね。また一旦帰還だな。一回帰ろうか。よし、タングステン取り引く。